マツダ CX-5 は、事前試乗会で好印象を持っていた車だけに、公道試乗は待ち遠しかった。今回、試乗したのは、ガソリン 4WD、ディーゼル 4WD、ディーゼル 2WD の3種。この中で最もいい感触を受けたのが、ディーゼル 2WD だ。エンジンは、低速トルクがしっかりとしていて、車を楽に走らせることができる。従来多くの人が抱いているディーゼルエンジンの印象。つまり、遅い、うるさい、臭いといったものは一切なく、速く、静かで、クリーンなのが CX-5 に搭載されたスカイアクティブ D だ。2WD は 4WD よりもメカニカルな抵抗が少ないフィールでトルクが無駄なく路面に伝わっている。CX-5 ディーゼルはアクセルペダルをぐいと踏み込んで加速するような走りではなく、緩やかにしかし力強く加速するような走りが似合う。それを象徴するかのように CX-5 のアクセルペダルはオルガン式を採用している。おかげでくるぶしの動きとペダルの動きが平行になるので、ふくらはぎに負担がかかることもなく楽。燃費を気にして、微妙なアクセルワークをしながらの長距離走行時に足がつるというようなトラブルも起きづらい。力感あふれるディーゼルエンジンは急激なアクセルワークをせずにゆっくりとアクセルペダル踏んでやるだけでぐいぐいと加速していく。手漕ぎボートのオールが大きくなったような印象だ。しかもそのオールを漕ぐのが全く辛くないのだ。乗り心地はゆったりとしている。コーナーでは、それなりのロールを伴うのだが、グリップ感がしっかりとあるので不安はない。CX-5 は、マツダの車作りの新たな方向性を示している車だ。これだけしっかりとした SUV を作れるのだから、これから出てくる車が楽しみ。現在、マツダはアテンザが最上級となっているが、それ以上のクラスのセダンなども十分に作れるだろうと予感させる一台だった。パッケージング、インテリア、居住性、パワーソース、フットワーク、おすすめ度、諸星陽一、モータージャーナリスト自動車雑誌の編集部員を経て、23歳でフリーランスのジャーナリストとなる。20歳代後半からは、富士フレッシュマンレースなどに7年間参戦。サーキットでは、写真撮影も行う、フォトジャーナリストとして活躍。趣味。